今シーズンから卓球の T リーグに参入する静岡ジェードの森薗政崇監督兼選手が下田市で講習会を開いています。下田中学校の体育館を訪れたのは静岡ジェードの森薗監督兼選手です。初めて下田に来させてもらいました。ナマコ壁を見て、でフェリーの来航したあの黒船のモニュメントを見て、誰よりも今一番楽しませてもらってます。県内全域で講習会を開いていて、今日は加茂地区の一市五町の小中高校生50人を招きました。練習する選手たちに寄り添い、ラケットの使い方や体の動かし方などを細かく指導していました。打点をもうちょっと低くするってことを教えてもらいました。すごい有名な人とできて、なかなかこんな機会はないので、すごい嬉しいです。午後には試合形式の練習や質疑応答、サイン会などが行われる予定です。